はい、上の方ですね、整地していきます。上の方ですね、6本の整地をしていきます。実際ですね、少しこう変色の見られる、プラスチックの詰め物の変色であったり、あと少し角度ですね、横から見ていただくと少し前に大きくね傾いた状態になってますので、この部分ですね、3番目から3番目の6本ですね、しっかり内側に入れてですね、綺麗な歯並びをお作りしていきたいと思います。少し開いてください。はい、最初ですね、セラミック装着します。はい、最初にセラミックを装着します。実際にですね、真ん中4本ね、少し大きく前に傾いてた状態だったんですけども、しっかり横からですね、見たときの角度もしっかり内側に入れさせていただいて、6本ですね、3番目から3番目、少しバランスが取れるような歯並びを作らせていただきます。少し開いてください。重厚粘を使ってね、セラミックを最終装着して、透明感を含めてですね、歯並びをきちっと整えて、綺麗な仕上がりにさせていただきます。